ガチで天気の知識をつけるガチ天。このコーナーではより気象のことを知って身近に楽しく感じていただくためのコーナーになっています。さて今日はどんな知識を見ていくかというと、まずは皆さんから届いているこんなリポートをご紹介します。1枚目はこちら、高知県土佐市のファーマー土佐さんから。おはようございます。すっきり晴れて放射冷却が効いて7度台まで気温は下がり、シャキッと冷えた夜明けになりました。上空に見当たる雲はなく、西の空にはお月様、水平線上には今日も雲の帯が横たわっています。日の出だけ雲が薄く、薄雲越しに水平線から目覚めた朝日は真っ赤な姿で登場。冬の風物詩のだるま朝日になり登っていきました。カメラマン仲間ではだるま朝日のことをワイングラスとも言います。ボジョレーヌーボーの解禁に合わせてだるまさんになってくれたのかな、何かいいことあるかなといただきました。ありがとうございます。あ、ワイングラスなんて呼ばれていたりするんですね。確かにちょっとここのこうなっているところがグラスを連想させるような気もします。こんな朝日、だるま朝日と呼ばれていますが、皆さんは見たことあるでしょうか。このだるま朝日が今日の空読みクイズの問題にもなっていました。では今日の問題振り返ってみていきましょう。こちら、さて ABCD のうちだるま朝日が、見えやすい条件はどれでしょうか。よく見ると違いがありますね。 A は、上空に暖かい空気、そして海面上の近くに冷たい空気、 B が上空に冷たい空気、海の近くには暖かい空気、 C と D は、乾燥に関するものですね。湿っているか乾いているか、一瞬混乱するとよく見ないとなかなかわからないかもしれません。皆さん当たりましたか。あ、正解できましたという声もいただいています。これはまずはそうそう2つに絞ってやっていくのが良さそうですね。さあではここからは1分前で締め切っていきましょう。空ボタンで皆さんにお伺いしています。あ、ソライブを見て学びましたという方もいらっしゃいますね。私もですね、なんとなくで2択に絞ってこっちかなというものをポチッとしたら当たりました。ただ詳しくこういう条件が揃ったからこういうことってっていう解説はまだできないので、この後永井さんにしっかりと聞いていこうと思います。あ、水の特性が分かれば簡単ですねともいただいています。確かに水の特性か、どんなことが挙げられるかな。温まりやすいか温まりにくいかとか、そういうことも関係してくるかな。真ん中のはないの。真ん中はありません。この4つから選んでください。クイズ番組みたいな画面、そうですねお天気番組っぽくはないですよね。なんか間違い探しみたいになってそうです。はい、1分間終了です。じゃあ風船飛ばしていきましょうか。ドン。お、あ、 ACD が終わり、 B が大人気ですね。おお、圧倒的に B が多かったです。数字とグラフで見ていきましょう。わあ、すごい。 B が160、 A が10、 C が7、 D が12です。ではまずは正解発表いきましょうか。圧倒的に多かったのでなんとなくそうかなと思っている方も多いかもしれませんが、正解はこちら、 B でした。正解の方おめでとうございます。さあではこのだるま朝日が見えやすい条件、永井さんとしっかりと見ていきましょう。予報センター永井さん、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。今日はだるま朝日が見えやすい条件、はい、クイズだったんですが、正解は B なんですね。はい、温度の差ですね。温
度の差、はい、暖かい空気と冷たい空気がどっちが上にあるか、なるほど、はい、で、はい、現象が変わってきます、うんうん、4つの選択肢こちら、C と D は暖かい空気、あ、ごめんなさい、湿った空気と乾いた空気という違いですね、はい、まあ、乾いた空気、湿った空気の中でも密度などは違うというのはあるかと思いますけれども、温度差ほどのおそらく差は出ないだろうということで、この CD のような組み合わせでもなかなかだるま朝日、だるま夕日確実に見られるということはないかなと思われます。それよりも明確に分かっているのは、はい、だるま朝日、だるま夕日の場合は下の方に暖かい空気があって、上の方に冷たい空気があって、2つの空気の塊の、まあ、気温の差が大きめだという時に現れるということが言えますね。はい、で、ですね、どういう仕組みなのかというところも見ていきたいんですけれども、まずはですね、はい、これ蜃気楼の仲間なんですね。だるま朝日、だるま夕日。蜃気楼。はい。で、この蜃気楼には2つ種類があります。はい、鏡のように反転した姿が実際の像よりも南の方に見える、こちらが海蜃気楼と言います。下の方に、はい、おー、そして上の方にビヨーンと背が伸びて見える蜃気楼を上位蜃気楼と言います。はい、うんうん、2つのタイプがあります。はい、だるま朝日、だるま夕日は海蜃気楼、はい、ということになるんですか。そうなんです、うん、こちらがだるま朝日、だるま夕日に相当する蜃気楼です、はい、どんな状況で見られるのか、2つの種類があります。左側、こちらが海蜃気楼、だるま夕日、だるま朝日に、該当する種類ですね。はい、まだこの秋の季節、秋から初冬にかけては海面水温がちょっとまだ高めなんですよね、冷え切ってないんです、うんうんうん、はい、で、海に近い空気の下の方が暖かいといった状況の中、朝冷え込んできたりですとか、もう夕方の時点で放射冷却が強まり始めて、どんどん冷え込んでくる冷たい空気が上に流れ込んできますと、はい、この現象が見られます。冷たい空気の方が、はい、空気の密度が高いんですね。暖かい空気の方が密度が低いんです、はい、そして光の特性として、はい、密度が高い方に曲がるという性質があるんです。ここで言うと冷たい方に曲がるってことですか。そうなんです、うんうんうん、なので、皆さんの目に入る、光、これは船を見てますけれども、はい、船の形、こう画像ですね、はい、映像画像、まあ、光の、光が自分の目に届くということを考えると、はい、その光はまっすぐ進んできて、あー冷たい方に曲がるっていうことで、なるほど、はい、下の方にカーブするような形で上に向かっていく光線の流れになります、はい、そうなると皆さんの目にはこう曲がってきて下の方から光が入ってくることになります、はい、となると人間の目はまっすぐ光線が入ってくるっていう風に錯覚するので、はい、曲がってきた光も本当はまっすぐ来てるはずだっていう風に錯覚するんですね。あ、勝手に直しちゃうんですね。勝手に直しちゃう、うんうんうん、そうなると、実際の像も見えているんですけれども、はい、曲がってきた光、はい、曲がってきた映像も同じように見てしまうので、はい、こっちにも元をたどってまっすぐたどって実際よりも下側にもう一個同じ形のものが見えるように錯覚してしまうと、はい、いうことなんですね、はいはい、で、特徴としては逆さに映るということもありまして、はい、だるま朝日、だるま夕日はこんな感じで
実際の像の下にもう一個あるように見える。でもまあ下の方は海に隠れちゃってますから、見えてたら雪だるまみたいになるんですけどね。そうですね、そういうことになりますね、はい。まあ、いかんせん暖かい空気は海があるからこそ下の方にあるわけでして そうですね、はい、水平線がないとちょっとだるま朝日だるま夕日見られないっていうことがありますんで、どうしてもこのお餅のような形になることに、そうです、ね、はい、なっております、はい。でもう一つの上位蜃気楼というのがあります、はい。これは冷たい空気、海水温が冷たい季節ですね。ですので、はい、春先。春先。はい。あの海水温って空気の、あの我々の体感の寒い暖かいのピークよりちょっとずれるんですよ、後ろの方に。あの 熱容量が大きいというか、はい、あの冷めにくい、温まりにくいっていうのがあるので、はい、一番寒い時期って一番冷たい時期って春先なんですよ。へえ、なんか冬っていうイメージがねどうしてもありますけどね。まあ、冬っていうイメージがありますよね、うん。でももうちょっと後ろにずれるんですよね、シフトする。でさらに、はい、何らかの理由で冷たい空気、ごめんなさい、冷たい水が溜まっているという時に、はい、下の方の空気が冷えてそこに春先のこうポカポカと暖かい空気が入ってきますと、うんうんうん、今度は逆に下の方の冷たい空気の方が密度が高くなって光が逆方向に曲がることになると。そうすると先ほどと同じように、はい、今度は光が上の方から入ってくるように見える、うん、錯覚してもっと空高いところまで伸びているという目の錯覚を起こすと、はい、いうことで、実際の背の高さよりもビョーンと伸びているように見えるということなんですね。でこういう2種類の蜃気楼があるわけなんですけれども、はい、だるま朝日だるま夕日の場合は、はい、この逆に見える海蜃気楼でした、うんうんうん。この右側の上位蜃気楼が起きるのは、はい、富山湾が有名ですね。なんでですか？富山湾、あのコメントにも来てますね。富山湾、立山連峰、うん、これ雪解け水が流れてくるからと言われております。あ、それがこの冷たい、そうなんです、右の図でいう海の役割をしてるってことですか？はい、春先で冷えていることもありますし、立山の雪解け水、冷たい水が富山湾にあの流れ込んで、まあ、湾なので溜まりやすいですよね、うん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 、はい。ですので冷たい、より冷たい空気が溜まって、はい、温度差ができて富山湾ではあの4月5月頃に蜃気楼が見られるっていうことで有名。へえ、はい、ということなんですよね。なるほど、うん。ということで、はい、今回のだるま朝日だるま夕日は蜃気楼の仲間で、下の方が暖かい空気で上の方が冷たい空気という時に発生します、うんうん。へえ、こういうのも例えば普段の予報で使ったりします？空読み的には、はい、これ空気が冷えてきているっていうサインになりますので、はい、これね、冷たい空気が流れ込んでますよと、うんうん、はい、空気が冷えてきていますよというサインになりますので、はい、放射冷却、あ、朝日、だるま朝日が見られる場合でもだるま夕日が見られる場合でも、まあ、大体同じように言えるかなとは思いますけれども、はい、空気が冷えてきているサインなので、うんうんうん、まあ、だるま夕日見られたらね、翌朝これ冷え込むなっていうサインにもなりますし、はい、だるま朝日見られた場合、これだけ放射冷却効いてるっていうことは、はい、多分しばらくは晴れだと、あ、なるほど、いうことが言える、はい、晴れのサインと言ってしまってもいいのかなというところですね。あのリポートではたくさん届くんですけど、実はそんなやたらめったら見られるものでもないんですよね、はい、場所が限られてますしね。あ、なるほど、なるほど。この水平線が、太陽が
登ってくるもしくは沈む方向に水平線がないといけないというのがあるので、はいはいはい、場所が限定されてしまいますよね。そうで実際水平線に、ね、雲があれば見られないっていうことで結構遠くまで晴れてないと見えなかったりしますよね。先ほどは富山湾の方で上位蜃気楼の方が見えやすいということでしたが、はいはい、だるま朝日だるま夕日はどこが国内でいうと見やすいんですかね。はーまあねだるま朝日はですね、はいはい、例えばリポートもよくいただくんですけど宮城福島からも関東の茨城千葉ですよねのあたりはちょうど東側がもう海開けてますから、はい、遠くまで晴れていれば見られることがある。今挙げたのは全部太平洋側ですね。そうですね。であとだるま夕日はやっぱり西側の空っていうことになりますけれども、はい、まあそうですね、この秋から冬にかけての時期で西の空まで晴れているっていうことになると、うんうんはい、ちょっと日本海が難しいですよね。だんだん ね、 ね寒気強くなってくるとね、はい、雲発生しやすくなってきてしまうから日本海で、うん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 、って考えると瀬戸内なんですよやっぱり。あ瀬戸内とかあと高知とかね、うん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 、四国の沿岸ですよね、うんうん、へじゃあ狙って見に行くとチャンスはありそうですね、地域をこう絞って、うんそうなんか近くの方はね結構何度かチャレンジできるかと思うんですけど、ね、遠くからですね行ってよし今日だっていうのは結構難しいですよね。ですよね。いや私も実際には見たことないのでいつか見てみたいなと思って。そうですね、うん、諏訪湖じゃちょっと無理でしょうね諏訪湖はね無理でしょうね。向こうの山見えてるでしょ、うん、対岸の諏訪湖はなまず長野が海に面してないですからねそうですね、うん、いやでもこの条件を知っておけば、はい、普通の知らない方よりは見られるチャンスは増えそうですね本当に。そうですね、うん、はい、なりました。永井さんありがとうございました。今日はだるま朝日そしてだるま夕日に関すること永井さんにしっかりと説明してもらいました。まあ、この蜃気楼が重要な役割を果たしているということで、ぜひこちら収録していますのでもう一度気になる方は改めてアーカイブでもご確認ください。以上ガチ天のコーナーでした。